はい、それではここから第15弾パート2、いつもの通りメイン MC はプーです。アシスタント MC リーです。改めてよろしくお願いします。いや、そういやさ、さっきパート1で言うの忘れたんだけど、はい、はいはい、やべっち FC 終わったな。そうですね、まあビッグニュースだよね。なんなら一番だ。そうな、もうなんか森本、多分全国的には森本とか藤島よりも矢部中止の方が大ニュースだったかもしれない。なんかどっかのスタジアムでさ、 J1 だったかな、横断幕でお疲れ様みたいな、あツイッターで見たけど、見た気がする。川崎かな。ま、うん、あとメイン MC プーいつも心配する松本山雅の話するの忘れたから、とりあえず、はいはい、9月30日もう今日にね行われた第23節全試合他会場のね結果から簡単に振り返ってみましょう。行きましょう。結果がこんな感じと。はいはい。まあ松本山がいつ浮上してくれるんだよ。いや、ちょっと今年はまあね、監督も変わって耐え忍ぶ年になるんじゃないかな。そう思っていたんだけど。はいはい。俺が何を言い忘れたかって。はい。解任されたぞ。それもう先週言う話じゃない。忘れていた。ああ、まあでも。収録の時には決まってなかったのかな。そうそう、収録の時には決まってない。そうね、ジェフが琉球と戦う前に、そうそう、まあね、琉球がとどめを刺したと。ゼブロミッチも、まあね、戻ってくると思うけどね、布監督は絶対どこかで。まあね、 J3 なり、そうそうそう、 JFL なり、まあ高校サッカーはねすごかったけどね。まあそうだね、ジェフな、まあし群馬の去年の成績なんか見ても立て直しもしっかりうまくやってたし、うん、まあちょっと布監督がねやりたいサッカーをなかなか定着させれなかったっていうところがねやっぱり大きいんじゃないかな。まあ布監督の今後を応援するとともに松本山雅の浮上を待っています。まだまだ僕ね一応松本山雅のファンでもあるから。そうね、まあそれ以外の結果ね一応見ると、長崎徳島の対決が、はい、徳島に軍配が上がり、もしかして首位これ、ね、徳島。そうで、まあ長崎はちょっとね徳島とゲーム差が7差開いちゃったので、まあ結構首位争いからはちょっと外れつつあるというところですね。いや、北九も落ち始めている、九州勢がね落ち始めたところでまた徳島で、福岡もさかなり上がってきてよね多分。相当調子がいいね。まあ栃木も調子がいい中勝ち切ってるし、まあ結構本当に今年は長く続かないね好調がいろんなチーム。そしたらじゃあ一番最後に順位表は見よう。はい。そしたらね、もうほんとさっき終わったばっかりのジェフ対京都の試合の結果見てみましょう。はい。結果はこんな感じ。はい。スコアレスドローです。久しぶりだね。いや、久しぶりも何も。てか、ドローもそうだし、0-0 で終わるっていうこと。ああ、まあね。確かに。かなり珍しいよね。今年ね。意外とないんだよね。いや、まあブッフォンとかがさ、うん、俺が点を取られなければちょいちょい試合には負けないみたいな。まあ確かにな。しかも大体ユベントス、そうなんブッフォン。ガッツーズ出てきたしなこの前。あ、まあそう、イタリア、まあプレミアリーグとかも見るけど、ね、そうだね。まあどっちもシュート数が少なかったんだね今回は。でもさ、誰が予想したんだろうねこのスタッツ。そうだね、パスの本数とかさ、かなりミラーゲームっちゃミラーゲームみたいな。ジェフがいつもと違う感じっていうね。そう、まあそんなところもね含めながらいつもの通りちょっと振り返りをしていきたいので、お願いします。いきましょう。プーがいくつかのポイントに絞って解説していきます。題してプレイバックジェフユナイテッド。はい、このコーナーは両チームの出場メンバーと試合全体の印象を振り返り、この試合で注目したいワンプレーをピックアップ、そのプレーからキーワードと注目したい部分について分析していきましょう。それではね、まずジェフのメンバーから見てみましょう。こんな感じです。はい、まあ固定されてきてますね本当にね。まあ何かねいいものを見出してるからこそのこの固定なんだろうね。そしてまあ川又選手心配だね。いや本当にね、また鎖骨を抑えてたと。で
腕も上がってなかったっていうね。全然ダメでしたね。まあちょっと疲れも見えてたからね、前半最初の方から運動量がいつもね。やっぱ連戦が続くっていうのは怖いね、うん、難しいよね、怪我とか含めて。いやまあ復帰したい。そしてまあさ、こんなに連戦続いてさ、メンバー交代がっていう話をして、大事だって。で毎試合さ5枚とかさ変えてたジェフ、はい、今節怪我で川又選手と山下選手の交代以外、もう80分くらいまでアランの交代なかったしね。まあ膠着した試合だからね、まあ、それくらい手を加えることがね難しかった。そうだね、正直バランスを崩すんじゃないかっていうような試合をしました。はい、したらじゃあ京都のメンバー見てみましょう。こんな感じ。まあ驚きはほとんどないです。まあ京都はね、本当に前線はもう誰が出てきてもおかしくないぐらいのね、ただ選手の層があるので、まあいいメンバー揃えてきたんじゃないでしょうかというスタメンですね。いやこのポジションが本当になんか人が湧き出てくるよね。そうだね。まあ、今節結構輝いてたのは庄司選手かな。攻撃でも守備でも、ね、本当に体張っていい働きしてたと思います。まあ、ただジェフもねこの庄司に対してフォワードが必ず1枚行くっていうのを徹底してたから ね、自由にさせなかった。かなりね今節クレーベの守備が輝いたんじゃないですか。そうだね、張り合ってたところはバイス選手とも、ね、バチバチやってたし、でワンボランチだったから良かったよね相手が、まあ確かにね、これがツーボランチだったらさまた話が変わってくるけど。そうだね、まあ本当庄司に対して、まあそして飯田選手もかなりねいい選手でしたよ本当にね。まあ相変わらずねこのサイドは脅威だよな。脅威ですよ。そしたら試合全体の印象を振り返ってみましょう。こんな感じ、はいはい、まあ前半からかなりねお互いにいいシーンいいプレーをね、はい、何度も繰り返していたのですが、まあさっき出てきた飯田選手にね、うん、カウンターやられたりとか、はい、84分ですよこう。ね、いやーこれ怖かったね本当に。終わったかと思ったもん。でもやっぱああいうのを狙ってる選手がいい選手で、だジェフでいうとこのタメダはさあれをやるじゃんね。そうだね、ああいうの平気で出てってカウンター。敵だと怖いねやっぱ。だからタメダみんな怖がってんじゃない。まあそうだと思うよ。後半でも結構スピード出して走れる選手だしね。この84分もさ京都の選手がガンガンそのカウンターでさ、もうジェフの選手が追いつけないようなスピードで前に推進力持ってやってたのはやっぱりすごいよねこの時間帯で。で本村選手のね戻りも素晴らしかった。あの時間、ね、サイドバックねしっかり、この試合かなりサイドバックが高かったんだよ。そうだね、だいぶね攻撃の意識持ってたね。でまあそれでもってね素晴らしかった。何が一番素晴らしかったって、豊かにほとんど仕事させませんでしたからね。本当にすごかったと思う。センターラインで仕事をさせないっていうのは本当にね豊か選手の良さを消してたと思う。チャンミンギュ良すぎたでしょ今日ね。そのセンターバックの2人すごく良かったね、まあ、1個ドフリーにしてやられたの、まあまあまあ、90何分、まあ、最後の方はちょっと本当に、ね、終わったかと思ったけど危なかった。でそしたらじゃあ今日ねキーワード見ていくんだけど、今日のキーワードは攻撃の仕方を忘れてしまったのか、はいはい、ということです。で俺たちが勝つために必要なことこの先っていうテーマで話していくんだけど、まあはい、まあどのプレーかっていうことはまあちょっと難しいんだけど、うん、まあ試合全体を通して俺たちってどうやって攻めてっけみたいな。なるほどね。あれタメダの個人技だけとかさタメダがため作って安田が上がってきてクロス。なるほどね、まあそうね。じゃあそれで仕留められてるのかっていうところですよ。なるほどなるほど。で今節かなり今までと違ったのは本村選手のポジションの高さ。はい、まあ今までさもっと上がれ言ってたじゃないですか。まあこれがジェイソンだったらとかも話したけど、守備をするならさもちろん低い方がいいんだけど、まあじゃあこの先点を取るってなった時にどっから点を取っていくっていうところで、まあ俺だってどうやって点取ってたっけ正直ジェフ。まあ前半戦のちょっとなんかあんまり最近見ないよなって感じあるよね。まあ得点する選手が変わってきたっていうのもあるけどさ、セットプレーが一番点を取れてる。まあね前半戦は結構さ調子良かった頃はさロングスローとか武器だったよね。増島選手とかゲリア選手ので
もっとさ、はい、俺的にね、はい、サイドを変える攻撃をしてほしいなと思ってて。なるほど、なるほど。今はね、もう左サイドばっかり。そうね、まあ、安田選手がね、だいぶ意識高いからね、そこら辺の。で、今ね、左右のバランスかなり悪いと思うね。だからさ、守備をしない左サイドと守備頑張る右サイドみたいな。まあ、確かにね。まあ、言い方を変えると、攻撃頑張る右サイド、守備頑張る、あ、攻撃頑張る左サイド、守備頑張る右サイド。そりゃ、本村選手の位置低くなるわって感じ。なるほどね。まあ、ちょっと、船山選手の。だって負担かかってんだもん、こっちに。確かにね。まあ、琉球戦も結構ね、その左を攻められる場面も多かったけれど。そう。それでもって、もう一個ね、俺は三木選手に要求したいことがあって。ほう、ボランチ。サイドバック使うタイミングが遅すぎるっていうのがある。ああ、なるほど。もう上がるのを待ってから出してるようじゃ遅いんで、上がるところにもう蹴って走らせるんだよ。なんか自分で持ち上がったりとかの良さは結構さ、見せたりするじゃん。体張ったりとか、ライン際で競り合ったりとかっていうところでなんか、いいことはあるけどね。結構、そういうところはね。ちょっとね、三木選手はね、優しすぎるなって思う。ほう。サイドバックに。なるほど。まあ、守備はね、このまま継続してもらって、勝つためには、ゼロで抑えることよりも、まず1点取ることが大事なんですよ。なので、点を取りましょうよ。そうね。で、じゃあまあ最後ね、この試合、一押し選手に挙げた選手、覚えてますか？これは、さすがに。当てましたよ。まあよかったよね。もう最近名前出てきすぎな、このチャンネルに。本村選手ですよ。最近はもう、ジェフのサポーターのアイドルじゃないですか。もうね、かなりいいよね。うん。なんかさ、最初の試合だけちょっと不安だった。まあね。やっぱり。どんどん安定感増してきてる感はあるよね。増してきた。うん。よね、大卒ルーティーが、だからもうかなりディフェンスラインさ、若返ったよね。チャンミンギュ、ね、鳥海、本村使われてて。あと、左サイドバックですよ。あ、どうします？ベテランしかいないからな、今のところ。浦田いつき連れて帰ってきます？そろそろ。まあ、でも、左サイド、あれ誰だっけ？サヌキ、ああ杉山ダント、ああそう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 、まあ彼もいますから、ああ、あと溝もいるか、溝口も、そうだね、むしろそっちの方が試合にも出れてるしっていうところもあるかな、うん、いやかなりさ若返りがさ、いや本当に嬉しいよね、このまま本当やり続けてほしい。なんかもう鳥海選手なんかもう去年が無駄じゃなかったって思えるような嬉しさもある。でじゃあ一応本村選手がさ、一応選手だとか本村選手の話するとさ、はい、かなり守備上手くないですか？いや本当にここで一押し選手に挙げたのはね、結構守備での活躍をちょっと期待してのそうそうあれだったんでね。でじゃあ1点は何かっていうと、まあ攻撃のとこなんですよ、この欠けてる1点は。なるほど。でも今日1個、まあ本当4点5点とかにしたかったんだけど、1個さ、俺がさジェイソン見ててこれできるやつすげえわーみたいなずっと言った動きをしたんだよ、はいはいはい、本村選手が、はいはいはい、ね、オーバーラップじゃなくて、ね、中を走る上がり、うん、そうね、いやー期待しちゃうよね本当に。この先若い選手が活躍するとね、やっぱり盛り上がるしね。まあ本当この先化けると思う本村選手は、期待して見ていきましょう、はい、そしたらね最後に順位表の方確認しましょう。順位表がこんな感じになったと、うん、まあ均衡が均衡だね。まあ本当にだいぶ勝ち点30付近にいろんなチームが集まってると。まあ何チームか抜けてる。そうだね。まあ1、2、3位、まあ、4位あたりはだいぶでかいね。勝ち点40は。まあ降格がない分さ、まあさっきもさ出たけど、チームの若返り。そうだね。チャレンジができる。そう。だ今のディフェンスラインはすごいさ、チャレンジ精神があっていいなって思うからこそ、まあ前線も若返りを。そうだね。上がって、まあ本当に戦い方まずさ、一個さ、決めたいよね、チームとして。そうだね、固めて、来年へっていう意識も大切だと思うね。うん。まあ、ワンチャン上がってほしいけど、まあ、現実見たらね、まずチームの基盤を固めて、3年くらいでいいチームになっていてくれたら、まあ、オシムの時みたいに、オシムも1年目からね、結果が出たわけじゃないですし。そうだね、大変だから。まあ、我慢することが大事だよね。そうだね。この先。だから、まあ結果がね、プロのスポーツつきものですので。はい。まあそんなところで今日はパート2ここまでにしましょう。SNS の方のフォローもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではパート3で会いましょう。柏には負けられない。